ク着大化は、鈴木目鈴木亜木にところ属する魚類の分類群の一つ。八族で構成され、縦島ク着大サザナミヤッコなど、産後省に生息する熱帯魚を中心に82種が含まれる。サザナミヤッコ族の一種ポマッキャンサスロンイズの地魚。本科魚類は、成長段階によって体色が大きく異なる。ク着大化は、太平洋、インド洋、 大西洋の熱帯域に分布する海水魚のグループで特に西部太平洋に住む仲間が多い。ほとんどは水深20メートルより浅い海で暮らし、新所にまで分布する種類は稀である。同じ鈴木アモクの蝶々ウオカヤベルアモクの仲間と並びサンゴショウ魚類の代表的存在として知られる。鮮やかで美しい体色を持つ種類が多く、一般には 薬庫の仲間として親しまれる。退職は成長段階によって著しく変化し、治療と制御では全く異なる、色彩、反問を呈することがしばしばある。性別による退職の差も大きく、いわゆる性的負担なりを示す種類が多い。また、巾着大類の多くは、姿勢戦術型の死有動体で、すべての個体が当初は、メスとして成長し、ある程度大きくなるとオスに、 性転換する。一匹あるいは複数の大型のオスによってハーレムが形成されるものとみられるが繁殖行動については詳細が明らかになっていない種類が多い。本科魚類はその美しい色彩から水族館などで観賞魚として飼育されるほかスクーバダイビングでの観察対象としても一般的な存在である。日本では サザラミやコロクセンヤやっなどの中型種を食用として利用する。巾着大類はエンゼルフィッシュエンゼルフィッシュの英名を持つが、日本語でエンゼルフィッシュといった場合は、ベラーモクシクリット科に属する淡水魚のエンゼルフィッシュを指すことが多い。英語では、シクリット科のエンゼルフィッシュをフレッシュワターエンゼルフィッシュ、巾着大類をマリーンエンゼルフィッシュとして区別する。金着大化魚類は、 一しくがは平たした平べったい体型を持つ。一見して、蝶々ウオカの仲間に類似するが、前災骸骨には、蝶々レイにはない強いトゲが存在する。オスにはこのトゲが2体ある。また、蝶々ウオの仲間に見られる腹びれの付け根のトゲおよび浮き袋の突起をいずれも欠く。さらに、頭部を骨盤に覆われたトリクティス妖精器を経ずに成長することも、 蝶々用ッとの重要な間物点となる。連続した一つの背びれを持ち、棘状及び難状は、それぞれ9から15本15から37本。尻びれは3トゲ14から25難状で構成される。多くの種類では背びれ、尻びれの中央から後方にかけての難状が大きく、発達し、後方に細長く突き出ることもある。尾ひれは15本の分子したひれ状からなり、 変円は丸みを帯びるか、あるいは縦島やっこ族のように三日月型になる。椎骨は24個。西木やっこピゴプライツダイヤキャンサス。災害から後方に突き出した水色のトゲが、明瞭である、金着台ケイトドントプラスセプテントリオナリス。温帯域にも分布する普通種セダカやっこポマ・キャンサス。マキアロッサス。日本からも最終記録があるが、 例外的なメニューと考えられている、巾着大化は8族82種で構成される。日本及び台湾の近海に分布するスミレヤッコセントロポッチビネスタスは当初ホーラキャンサス属として記載され、後に独立のスミレヤッコ属とされたが、同族は現在では油ヤッコ属のシノニムとして扱われることが多い。ありがとうございます。